はい、こんにちは、116インズです。さて今回は現在ワイルドカード争いを繰り広げているブルージェイズ関連の話をしていきますが、8月最終日、夏休みの宿題を最終日当日に急いでこなす小学生ではないですけれども、ブルージェイズが駆け込みで予想外の動きに出まして、なんとブラッドハンドを DFA したことを発表しました。ハンドは昨年インディアンスでセーブ王に輝いた実績のあるクローザーで、でナショナルズに移籍した今季もクローザーとして活躍していた選手でして、7月末トレードデッドライン直前にナショナルズから獲得したばかりの選手なわけですが、その選手をたった1ヶ月で DFA したわけと。もちろん DFA されるだけの理由、単純に投球内容が悪かったのが原因ではあるんですけれども、それでも1ヶ月でこのクラスの選手に見切りをつけるとは考えもしませんでしたね。ブルージェイズは今季シーズンを通してブルペン事情に悩まされていて、ハンドの獲得はその解決策という側面もあったわけですが、どうしてこうなってしまったのか、今回はこのハンドの DFA について話していこうかなと思います。さて先ほども触れましたが、今回ブルージェイズが DFA したハンドは7月末に獲得してきたばかりの選手でした。ブルージェイズはナショナルズからハンドを獲得し、見返りとしてナショナルズにキャッチャーのプロスペクトであるライリー・アダムスを放出。ブルージェイズは打線と先発は割と充実したメンバーが揃っている一方で、ブルペンにかなり不安を抱えているような状況でしたので、この後のプレーオフ争いも見据えるとブルペン補強は絶対にしなければいけないところではありましたので、後ろの経験も豊富なハンドという人選は決して悪くないようにも思いました。ブルージェイズはこのハンド以外にもマーリンズからアダム・シンバー、ブルワーズからトレバー・リチャーズ、ダイヤモンドバックスからホアキム・ソリアを獲得したりと、この7月に一気にブルペンの強化に成功した印象がありましたので、これは8月以降安定した試合運びに期待できそうかな、なんていう風にも個人的には思っていました。ただ現実はそう甘くはなかったと。ハンドはナショナルズで今季41試合に登板し、21セーブ、そして防御率も 3.59 と、まずまずの結果は残してはいたんですけれども、ただ今季は例年と比較して奪三振のペースがかなり下がっていたこと、さらに移籍直前の6登板で8失点、3度のセーブ失敗を記録したりと、今思えば黄色信号が灯っていた中でのブルージェイズ移籍となりました。で、この不安要素がブルージェイズに来てから全て露呈してしまったと言いましょうか。移籍後11試合の登板で防御率 7.27、なんかどこかでこの 7.27 の数字の並びは見た覚えがある気もしますけれども、これは他球団のクローザーの話なので今回は触れませんが、勝ちパターンを任せるはずの選手がこの成績では、言い方は悪いですが期待外れという表現が残念ながら適切と言わざるを得ない成績ですよね。リリーフで8回3分の2を投げてホームランをすでに3本浴びてしまっている点も、早々にチームからの信頼を失ってしまった一因かもしれません。そして成績が示すようにブルージェイズに来てからのハンドはやらかし方も派手でした。まずは移籍後2登板目となった8月2日のインディアンス戦、この試合同点の10回表タイブレイクから登板したんですが、いきなり冒頭でランナーを進めてしまうとタイムリーであっさりと勝ち越しを許し、そして直後にホセラミレスにツーランホームランを被弾、ワンアウトを取る前にチームの敗戦を決定づけてしまいました。で、この後3登板は一応ゼロを並べたんですけれども、続いて8月13日のマリナーズ戦、この試合は同点の9回裏2アウト満塁というなかなかタフな場面での投入となりましたが、打席にはまだまだ MLB への適応に苦しむ左のジェレット・ケルニック。場面は確かにきついんですが、左対左でしかも打撃面でめちゃくちゃ苦しんでいるルーキーが相手ですので、チームとしてはサクッと抑えてくれることに期待したでしょうが、結果ストライク一つすら入らない押し出しのフォアボールでさよなら。この試合は中継を見ていたのでよく覚えていますが、ハンドってここまで速球をコントロールできない選手だっけかと思った記憶があります。で、極めつけは8月18日の古巣ナショナルズ相手の登板、ブルージェイズ1点リードの7回裏ノーアウト1塁から登板したハンドですが、フォアボールでピンチを拡大してしまうと、続くジョシュベルに逆転スリーランを献上、さらにワンアウトを取った後に今度はカーターキーブームにホームランを打たれてしまい3失点。この試合の炎上でかなり勝ち試合で使いにくくなってしまった、そんな感じもありますよね。そして結果的にブルージェイズで最後の登板となった8月26日のホワイトソックス戦も5点ビハインドからの登場でしたが、2アウトを取った後に3連打で2失点。ビハインドでも仕事をできない彼の現状、ブルージェイズもプレーオフ争いをしていてハンドの復調を待っている時間的余裕もないことを考えると、この DFA という判断を迅速に行うことができたのはトレードが失敗であったことを認めることにはなってしまうんですが、これ以上のダメージを防ぐという意味では効果があるかなと思いました。ただ当然ながらこんなことになるとは思ってもいなかったでしょうけどね。
ハンドといえば昨年球速がガクッと落ちて、それが FA 市場の中でも懸念材料として上がっていましたので、そういった不安がトロントでついに顕在化したのかと思いきや、意外にも今季は球速を以前の水準くらいに戻しています。じゃあなんでハンドがここまで調子を崩してしまったのかという話ですが、これだけが原因ではないにしても、スピンレートの低下は一因ではあるんじゃないでしょうかね。こちらがハンドの今季の球種別、月別のスピンレートの推移ですが、まあ綺麗な右肩下がり。MLB が粘着物質等の取り締まりを強化したことも影響していそうですが、8月はフォーシームの WOBA が5割超え、決め球のスライダーもシーズン通算と比較して WOBA が1割以上高くなっていて、何を投げても打たれているような状況でした。ハンドはリリーフとしてブレイクしてからスピンレートの面で他の投手と比べて優位に立っており、それが平均から外れたボールの変化だったりキレを生み出していた部分もあるでしょうが、もしかしたらその優位性が今季少しだけ薄れてしまったという部分もあるのかもしれません。またハンド自身はブルージェイズに来てからフォーシームのコマンドがいまいちというコメントも残していました。でこれが移籍前後のフォーシームのヒートマップですが、まあものすごい変化があるわけではないものの、確かに右打者のインコース、左打者のアウトコースの広がりがちょっとブルージェイズ移籍後の方が大きいかなと感じます。ストライクゾーンからボール1個分外れたゾーンが濃い赤になっていたりもしますしね。ケルニックにさよならの押し出しのフォアボールをやった時に、ハンドのフォーシームのコマンドに違和感を抱いた話を先ほどしましたが、やっぱり何かおかしかったのかもしれませんね。ちなみに球速低下に悩まされながらもセーブ王に輝いた昨年のフォーシームのヒートマップがこちらです。コーナーいっぱいのゾーンが最も濃い赤になっていることからも、昨年はコマンドが抜群に良かったんでしょうし、実際フォアボールのペースも彼のキャリアの中で最もいい水準でしたが、今季はそこまでのコマンドではないということでしょうか。ということで、わずか1ヶ月でハンドを切らざるを得なくなったブルージェイズですが、本当に今回のハンドの一件は今季のブルージェイズのブルペンをめぐる状況をよく表している気もします。守護神候補として獲得したカービー・イエイツはブルージェイズで1試合投げることなくシーズン絶望になりましたし、ジュリアン・メリウェザーも春先に故障して9月になってようやく復帰したりと、ブルペンに故障者が続出し相当やりくりに苦労していましたし、またそういった状況もあってかブルペンのパフォーマンスも今一つ、防御率等は極端に悪いというほどではないですが、ブルペン全体の WPA はリーグ10位とここぞの場面で結果を残すことができていない印象です。これだけではないにしてもリーグ4位の得失点差を記録している割に勝ち星が伸びていないのは、こういった要素も影響しているんでしょうね。8月末の時点でブルージェイズは69勝62敗で AL 東地区4位、ワイルドカードまで 4.5 ゲーム差離されている状況と、少々苦しくなってきた感はありますが、パフォーマンスが優れなかったハンドを DFA したこと、さらにはチームの未来のエース候補であるネイト・ピアソンをブルペンで起用すべく9月のロースター拡大とともに昇格させましたが、こういった思い切ったチームの判断は果たして功を奏するでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。